バートン敗戦後のデゼルビ会見戦術は問題なかった。デゼルビの試合後インタビュー。戦術の問題ではない。最初の失点が痛かった。試合多くてメンタルも厳しい。いやいや、戦術の問題やろ。とにかくデゼルビは戦術を修正しないのがな。デゼルビは会見の時冷静で、別人のよう。何が言いたいんだ。デゼルビにやめてもらおう。ボッターインで。プレミアで経験を持つ他のゴールキーパーが必要だな。エバートンは降格しないようにめちゃくちゃ必死だったブライトンが EL に入るためにもっと必死になることを願っている。EL でプレイするチャンスを無駄にしないでほしい。とてもひどい結果だった。ブライトンはエバートンの選手が必死に走っているのを見ていただけ。これはアーセナルを倒す布石だから。後半プレイしたソリマチはどうなった？ハムストリングの怪我で引き上げた。エバートンのカウンター攻撃が満遊のように見えるのは、どのような戦術ですか？エバートンの素晴らしいサッカーによってブライトンは砕け散った。エバートンは素晴らしかった。シーズンを通して今回のようなプレーをしていればトップ4に入れたかもしれない。エバートンのファンとしてはブライトンの位置が羨ましい。ブライトンは EL にふさわしい。エバートンファンとして敬意を表する。頑張ってください。エバートンファンからの素敵なコメントをありがとう。君たちは見事にプレイし、私たちの弱点を巧みに利用しました。おめでとうございます。私たちのほとんどは、私たちのチームを本当に誇りに思っています。ブライトンは今回の件で立ち止まったりはしません。これからも前に進んでいきます。